によるフランス大統領選挙の足音ということですが、今このフランス大統領選に注目する理由は何でしょうか。はい、まあ、フランス大統領選はですね、第1回の投票が来年の4月でいるということで、まだ1年先のイベントにはなるんですけども、ただスーパーオプション市場ではこの選挙を睨んだ変化が出てきていますね。でまずチャートからご覧いただきたいんですが、まあ、こちらはですね、ユーロドルのリスクリバースになります。で、1年もの6ヶ月もの3ヶ月もの重ねたものなんですけども、こちらのチャートの見方なんですが、ゼロよりも上に行くとユーロの先高感が強くなる、で下に行くとユーロの先高感が強くなるということになります。で今ですね、3月までの動きを見てみますと、上から1年6ヶ月3ヶ月という順番でユーロの先高感が強い状況だったんですけども、先月あのフランスの極右政党の国民連合のマリーヌ・ルペン氏、彼女が出馬を表明して、で支持率も結構いいということが報道されてですね、この1年ものの位置が逆転してきている。で1年先のユーロの、下落リスクというのが警戒されてきている。で今もですね、この3ヶ月6ヶ月の短期の見方と1年先の長期の見方に大きな乖離が出てきているという状況なんですね、はい、つまり分かりやすく言いますと、この後まあ見通しで言えば3ヶ月からまあ半年後ぐらいはユーロはまあ高いけれども、1年後はユーロは安くなるかもしれないということですね。そうですね、はい、ではその来年のこのフランス大統領選を見据えた相場というのはどうなっていくんでしょうか。はい、でここでもう一つチャートをご覧いただきたいんですが、こちらは直近2回の大統領選挙の前の年のユーロの年初来パフォーマンスですか、2016年、2011年と今のパフォーマンスが重ねたものになります。でこちらで元の注目しておきたい点ですね、2016年、11年ともに第4四半期ですか、それからあれ、ユーロの下落としている実績がまずあることなんですね。ですので、まあ、今足元では ECB の展開が進んでいるので、ユーロドルも年初来高値を更新する展開になりつつあるので、ただ秋口以降の反落率には低下が必要かなというところですね。では一方で、このユーロ円ですとかドル円の今後の相場はどう見てらっしゃいますか。はい、まあ、あのルペン氏の件はマーケットの拡大要因であることは間違いないんですけども、ただユーロ円を主軸としますと、逆にドルと円相当下げやすい。平均したら3は9ぐらいで37ぐらいで37ぐらいで。それでは最後に債券市場を振り返ります。昨日の日本の10年債の利回りはわずかに低下し 0.275% でした。ここからは株式相場を展望します。まずは11日の世界の株価です。中国上海総合は続伸です。前の日に引き続き景気敏感感が買われる展開でした。インドセンセックスは反落です。続いてヨーロッパ市場です。アメリカやアジアの株安が波及しました。ロンドン FTSE は 2% を超える大幅な続落。ドイツダックスは5日に反落。ブラジルゴペスパは反発。ニューヨークダウは続落となっています。続いて先物の値です。大阪取引所夜間取引の終わり値は28,680円でした。さて今日の株式相場の見通しはリスナーアセットマネジメントの小川さんに伺います。小川さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。日経平均今日の予想レンジは28,400円から28,900円です。ニューヨーク市場は3指数下落となりました。